YouTube をご覧の皆様こんにちは。フレックスアイエス南大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車こちらになります。はい、こちらの車新車ハイエースファインテックツアラで黒ガソリン肉入庫してきましたのでご紹介の方をさせていただきます。ではまずメーカーオプションからご説明していただきます。まずトヨタセーフティセンスパノラミックビューモニターカメラ、そして前4点パーキングサポートブレーキで LED ヘッドライトと LED のフォグランプ、こちらすべてあのメーカーオプション装備しております。で、一番下こちら見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのフロントスポイラー、こちら取り付けしております。はい、でこちらの車ローダウンしております。なので通常よりも5センチぐらい車高低くなっております。とさらにこちらフレックスオリジナルのオーバーフェンダー、こちら装着することによってさらにもダウンルック効果得られます。でタイヤホイールなんですけれども、ホイールがフレックスオリジナルのデルフ02 18インチと、東洋の H30 ですね、こちら18セットで取り付けしております。でファインテックツアーラのみワゴンのボディで両側パワースライド、こちらあの装備となっております。ではまずこちら内装どうぞ。こちらですね、ファインテックツアーラキャプテンシート4脚乗って、運転席助手席と一番後ろで4名様座れるので12乗りとなっております。はい、で前後移動もちろんで、オットマンこちらも出ます。なのでもう広々ゆっくりあのくつろげるような感じになってますね。こんな感じでもう運転するのがもったいなく、もうずっとここに座ってたいぐらいですね。でアルパインの 12.8 インチのフリップダウンモニター、天井スピーカー、こんな豪華なあのデーズ装品ついております。で後ろのメーカーオプションですね、こちらまずデジタルイナミラーのカメラついております。でリアバンパーにも4点パーキングサポートブレーキあの装着済みです。はい、後ろも 12.8 インチということはもう前ももう当たり前のようにアルパインの10インチ11インチついております。でバック入れるともちろんバックモニターとパノラミックビューモニター映ります。でこちらメーカーオプションのデジタルインナーミラーとなっております。でハンドルとシフトノブとインテリアパネル、もうここまで艶消しマホガニーであの高級感、もう本当にあの内装外装含めて高級感の塊となっております。はい、いかがでしたでしょうか。内装外装ともに超豪華な、ファインテックツアーラ当店入庫してきましたので、気になった方はぜひ当店の方でご来場お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。